まあ同じようなあのザ・コンビニをさまた作ってほしいな、作ってほしいんですよね。なぜならさ、それこそ同時期のゲームで俺も大ハマりしてたあの首都高バトルがさ、ほんと来年あのスチームで発売されますもんね。元気がちゃんとあの元気が作って、ほんと首都高バトル、このご時世で首都高バトルですかって感じですけどね。で首都高バトルシリーズっつったらもう絶対出てくるわけじゃないですか。一番最初のなんつうのライバルチームとしてあのローリング野郎があの86に乗ってるね、絶対出てきますよね。あの街道シリーズでも絶対いたし、首都高バトルシリーズでも絶対最初はねあのローリング野郎1号2号3号でしたもんね5号まで確かいるんだっけ、86で。うん、そう、もうその記憶しかないですよ。はい、あ、なんかブロック、あ、大丈夫か。そうだからカイロソフトね、マジで本当やると思います、なんかしら。なぜなら面白いからはい、こっちもね半分ぐらいですね。あと順調ですね。 U ターンも問題ないですよね。やっぱりやっぱ牽引型じゃないでね、こういう固定型じゃないとちょっと厳しいでしょうけどね。でこっちもあと少し、そう、ここの鋭角なところがねやっぱり固定型じゃないと厳しいんですよね。牽引型だとなんかわちゃ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 してろくにちゃんとやってくんなかったですもんね。過去何度かここのさ場所で試したけどさ。はい、じゃあそろそろね開始しましょうか。もう大丈夫でしょ、初めて。はい、じゃあお願いします。他は大丈夫だよな、まあ、この間にちょっとヤギとか見て回りますか。ヤギじゃないで羊か。あ、こっちはあれか、牛小屋か。羊は48頭まで増えてますね。餌はまだ問題ないし水も大丈夫で、ミルクどんぐらいになった。ミルクはまだ保管できるか、もう少しで。こっちの方はこっちも48頭、こっちも48頭ですね。餌は問題ないし水も問題ない。こっちもねだいぶ溜まってきましたね、ウールが。馬ですよね、馬増えてくんねえのかなと思ったけど、よくよく考えたらまだ34ヶ月だからさ、2歳、あ、ちょっと増えた増えた、倍になった、ほら8頭になりましたよ。どこだ、あ、この多分ねこれは若いでしょう。まだ1ヶ月しか経ってないですね。先月生まれたんですね。ようやく4頭生まれてくれたよ。ってことでお役御免になろうか、こっちの老婆の方は。老婆ってわけでもねえけどまだ十分若いですよね。はい、ちょっとね餌問題とかいろいろめんどくさいんでね、1頭4700、もうちょっと高くなるような気がするけどね。とりあえず売っちゃいましょう。まあ見てわかる通り儲からないんですよ、馬。もうちょっと育てれば儲かるのかもしれないけど、餌代に見合わないと思うんですよね。あ、フィニッシュワーク、はい、耕しが終わりですね。戻しましょう。そこのねベールセット売ればね結構な金額になりそうですけどね。ただまたやるかもしれないからね、あれはまだ持っときましょうねまあもうやんないとは思うけど。はい、分離、あー一応石灰、石灰巻くあれだけはしときましょうか。はい、ちょっとね洗車しときましょうか、住んでる間暇だから。これ白いからね汚れは目立たないけどねまあでもそれでも十分白いですよね。石灰巻き用の散布機はね真っ白にしといたがね
パッと見はね、汚れが目立たないですよね。はい、ちょうど薪を補給完了ですね。ちょっと一通り畑見て回りますか。石灰撒いてあるかどうか。あれ、これもキャノーラか。ここも収穫しなくちゃいけねえじゃん。まだ枯れてないからよかったよ、本当に。忘れてた忘れてた。石灰も撒いてねえしさ、何にもやってねえじゃんね、こっち。本当ちょっとね、慌ててやんないと。こんなに白い敷地もったいないじゃんね。ちょっとジョンディアで行こう。ジョンディアスピードが出るからね。忘れてたよね、完璧に。あ、もうなくなった石灰。早くない？今更遅いかもしんないけどね、もう作物が出来上がっちゃってっから。まあでも一回巻いときましょう。もしかしたら収穫量上がるかもしんねえから。ここ 115% でしょ、だって。ほら、こっち 92% とか 90% とか。ほら、だいぶ低いもんね。まあ後巻きでも多分大丈夫。ゲームってそういうもんだからえらいペー外れてたもんね。そう、もうちょっとあったよなと思ったけど、当たり前ですよね。もうちょっとあったんですよね、本当に。だからこのトレーラーもね、久々にちょっと自分で走ってきてくんねえかな。どうだ、動いてくれるか。あ、動いてくれましたね。最近あんまりヘルパー使ってなかったですもんね。ヘルパーっていうか、まあ移動ヘルパーね。ほら、もうミニマップ見て分かる通り色が全然違いますからね。えらい勢いで減ってってますよね収穫物に石灰かけるって凄まじいことですよね本当に石灰まみれになるだろうって。それを収穫するんですからね。お、フィニッシュワーク、何か終わったな。どっちが終わった？あ、こっちが終わったんですね。もう石灰もなくなるでしょ、だって。ここに来てまさか収穫作業するとは思わなかったよな、ほんと。はい、もう石灰がなくなったね。早い早い。こうやってね、大量に石灰を使うときはほんと、もっとタンクでけえの欲しいよって感じですよ。十分あれでかいんですよ、タンク。通常だとこの大きさだと3000リットルしか入んないですからね。それなのにさ、1万入る時点でもう異常ですから。あ、フィニッシュワークなんかっつったら、トレーラーが移動終わったんですね、そこに。ほら、はい、じゃあお願いします。はい、で石灰がいっぱいになったんでね、多分これで最後だと思うんですよね。もう満タンにしなくてはいいと思うんで。はい、こんだけ色違いますからね。はい、じゃあ続きお願いします。収穫直前に石灰なんてね、まずやんないでしょうね、絶対に。作物がダメになるでしょう。こういうところはゲームですよね。だいぶ酸性化が進んでるもんね。1ずれてるもん。1.0 ね、あんだけしかないのにさ、もう4割ぐらい使ってるよ、石灰。とんでもない量巻いてるよね、ほんと。はい、終了。
あとはね、収穫終わるまで待ちましょうね。作付けも多分全部もう終わってるでしょ。あ、まだもうちょっと時間かかってっか、あそこは。まあでもこっちの収穫までね、待ってらんないでね、あっちの作付け終わったら終わりにしましょうか。動画上はね、後でね、裏側でやっときますよ、地道に。あ、終わってんじゃん。はい、とりあえずこっちのね、作付けも終了してましたね。片付けちゃいましょう。ああ、ケース IH こっち置いちゃってんじゃんね。ケース IH はこっちじゃないです。まあこんなこだわる必要もないんですけどね。どうせだったらできる限りメーカー別に集めたいじゃないですか。しばらく向こうに置いてましたからね、このトラクターは。はい、で一応ね、あっち収穫終わったら作付けするんでね、それの準備だけしときましょうか。結局ほとんど種使わなかったね。 6% しか使ってないこれ。肥料のが大量に使ってるね。とりあえず肥料だけ補充してから行きましょう。あれ、もういっぱいになった。早くね。それなりにやっぱ収穫量上がってんのかな。そうですよね、やっぱりあのなけなしの石灰で意外と収穫量が、で肥料がねちょっと少なかったんですね。窒素が足りてない部分もあるから。とりあえずね、マイナス 8% までね復活はしてますね。まあいいや、とりあえずねこの収穫はやっときますんで、今回はねここまでにしときましょう。次回は一斉収穫ですね、他の作物の。多分11月かな、11月に向こうのトウモロコシで、そこの綿花と、あと奥のひまわりの収穫があります。はい、ってことでね、とりあえず今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。